嗨，大家好。今日はですね、ちょっと気になってることがありまして、ひょうちゃんってさ、中国語と日本語話すじゃん、普段。で、この間、ひょうちゃんの台湾人の友達と食事行った時に中国語話してて、なんか俺の知ってるひょうちゃんとちょっと違ったの。日本語話す時と中国語話す時で結構変わるのかなと思って。なので今日は日本語を話す時のひょうちゃんと中国語を話す時のひょうちゃん、どんな違いがあるのかちょっと聞いていきたいと思います。はい。好的，那他刚才说讲日文跟中文的时候有没有改变？我自己觉得有。我今天统整了几点，我自己觉得在讲这两个语言的时候有变得不一样的地方。好，废话不多说，我们就来到第一点。日本人他们本身蛮喜欢道歉，就是他们已经是一个习惯了。就比方说开门的时候会说啊すみません，然后电梯就让别人先进去的话就说啊すみません。在这边生活久了，就把这个习惯就是已经输入到我的脑海中。我记得我有一次回台湾的时候，就跟朋友出去玩，然后他们就让我走前面，哦，我就说哦不好意思，然后他们就说啊你是怎样，就是发生什么事了。我自己觉得这一点是蛮有趣的，好像会因为学了日文就比较常说抱歉、不好意思或对不起。すいませんって言わないんだ。嗯。じゃあ何も言わないってこと？いや、頭はこうこうペコリみたいな。すみませんは言うけど、本当に。謝りたいとき、悪いことしたときは言うけど、なんかいつも言う感じではない。例えばもらったときにはありがとうございます、ドア開けるときもありがとうございますみたいな感じ。下からあすいませんじゃなくてありがとうございますってちゃんと感謝の感謝の気持ちってこと。そうです。めっちゃいいじゃん。第二点是因为中文本身有五声嘛，日文就是非常的平淡，唱中文跟日文歌的时候也会觉得说啊，怎么就是中文有抑扬顿挫，那日文就是不太会有。那我自己在讲中日文的时候也有这种感觉，对。那我同事很常会说，比方说我在跟台湾朋友讲话的时候，他们就会说啊，你们是在吵架吗？然后我就说没有没有，我们平常讲话的方式就是这样子。この間友達と会った時に話した時はめっちゃエネルギッシュで怒ってんのかなって思うぐらいエネルギッシュだった。よく言われる喧嘩してんのみたいな。そうそうそう。実はしてなくても普段みんなそういう感じで話してるの。でも俺からしたら日本語で話してる時もエネルギッシュだけどね。抑揚もつけて話してるから。そうそうそう。うんうんうん。なんかこう単調だからずっと。あそう。でも逆にその俺がその中国語を勉強したら中国語を話す時はエネルギッシュになるかもしれないってことでしょ。それはやらなきゃだ。第三个，好，日文本身是一个比较暧昧的语言，我自己觉得啦。举例来说好了，我在公司提案，我提 A 案跟 B 案，然后我跟社长说，我觉得就是有两个案子，你觉得怎么样？他就说，我觉得 A 案好像不错，B 也好像也不错，但我个人还是比较喜欢 B 啦，这样子就，你知道，他不会直接跟你说，我觉得 A 就不好。对，再来一个就是，比方说同事一起去吃饭，我就问说大家今天想吃什么，我就会说寿司、意大利面，就是说很多个给他们想嘛，然后他们不会。说，我不想要吃寿司，他就说，那个 so you keep in mind， 就是说，我今天好像没有很想吃寿司的这样子，但他们就不会说，我就是不想吃寿司，对，就是一个讲话没有那么直接，就不管是平常相处或者是在公司里面，他们就是讲话都比较委婉一些。对，我自己觉得这有好有坏，可能他们觉得是不太想要伤到对方，所以讲话才会这么委婉，所以其实也是不错啦。对，但有些我自己在觉得在工作上有时候就会比较没效率，比方说我就是想要你赶快跟我说哪一个比较好，他就会讲一大串，最后就讲得很迂回，最后才跟你说我觉得这个比较好这样子。中国語と日本語、日本語で話してるときはそんなにストレートじゃない。中国語で話してるときはちょっと早口、ストレート。あ、そうなの。中国語で話すときもめっちゃ早口だから。これもいいと思うんですが、私は何がいいです。前置きがないとさ、なんかストレートに言われたとか失礼だなとか思っちゃう。じゃあもうこれは本当に良くないのかなって日本人が思っちゃう。あ、だから日本人に話すときは結構気をつけてやってるってこと。気づいた一回私傷つけたの誰か。第四点，最后一点，这本身应该是语言上的差异，就是中文跟日文啦。就日文有敬语嘛，中文没有，中文顶多就你变成您，但敬语的话就有很多。我自己在学日文，觉得最困难的就是敬语方面，尤其是工作上。对，你跟年纪比你大的人、跟上司、跟长辈，就是一定要用敬语。那你跟平辈或者年纪比你小的人，就是用日文所说的タメ口。我觉得讲敬语有一个会有影响的是，你跟这个人的距离感觉就是会比较远，就没有办法，就是我第一次见面，就很快就可以聊起天来。对，我举个例子，有一次我跟太阳一起去一间咖啡厅，然后我就
我就买咖啡，然后就跟小哥搭话说，哎，你在这边工作多久啦？哎，你怎么会想要做咖啡师等等的？他旁边很惊吓，想说，哦，我接下来是要接什么？我平常不太会跟人家搭话，就是他们第一次跟一个人讲话的时候，通常就会觉得要用敬语，所以就距离会比较疏远啦。对，我觉得这是一个蛮大的差异。いやそうだよね。日本でだって例えばバーとかカフェとかで急に全然知らない人にいや元気とか言わないもん。ヘイみたいな言わないもん。絶対ない。この人大丈夫？変な人だって思う。地方だと距離近いんだじゃあその初めて。まあ近い近い。なんかすぐ、うん、私も初対面でなんかいろいろ話せる。嗯，けど、まあ、日本語だといろいろ話したいけど、結構使った時点で、あ、なんか距離が遠くなったみたいな。ああ、なるほど。私は感じてる。敬語っていうので、なんか壁ができちゃうよね。そうそうそう。確かに友達じゃないです。でもすぐタメ口とか使うとき、相手からも、え、私たち初対面だけど、なんでタメ口なのみたいになるじゃん。うん。そこが難しいかもしれない。結構なんか距離感大事にするのかもしれない。日本人は。ひょうちゃん的には元気みたいな感じで本当話したいけど、やっぱり日本の文化的にそうすると馴れ馴れしいとか思われちゃうから、こう敬語とか距離感はちゃんと置いてるかもしれないね。やっぱでも話聞いてみて、中国語と日本語話す気で結構違うんだなって思ったわ。なんかただ単になんかその話す言語が変わるわけじゃなくて、その背景にある文化とかっていうのは結構大きく関係してんだなと思ってて。思ったのが、今私台湾で日本語学んでたらまた違ったかもしれない。なんかそこの文化も含めて全部なんか頭の中に入ってる。あ、なるほどね。自分が日本語を学んだ環境とかが自分がその言語を話す時の人格とかパーソナリティに影響を与えてるってことで。太陽と付き合って、で初めて使うじゃない。付き合う日本人だから、その恋愛に関しての。喧嘩で話す日本語とかも全部太陽の日本語で私学んでるからさ、初めて日本に来た時は職場ってなったらもうこの職場の文化、職場の日本語みたいなのが初めて入るからさ、でまた学校とか違うじゃん。だからそこの初めて日本語を学ぶ時の環境がその今後のその人のパーソナリティに関係してくる。私は思います。中国も語を学んで台湾の文化を自分に取り入れたいなって結構思ったわ。日本人がすいませんっていうところをありがとうって言ったらよりこうポジティブになれる気がするから、結構そういう要素をね取り入れたいなって思った。じゃあ俺も中国語頑張って勉強します。はい、言いました。中国語を勉強するって俺が唯一知ってる中国語話します。どうぞ。我们下一次见。今日の動画はここで終わります。我们下次见、バイバイ。バイバイ。下次见ね。もう一回使わなきゃっていい。我们下次见。我们下次见、もう一回いいですか。